皆さんこんにちは、ひろももの ひろです。で今日はゴールデンウィークの後半戦スタートということで、 YouTube を久しぶりに撮影しようかなと思ってカメラの前にいます。やっぱりね、間が空くとすごい緊張しますね。でも頑張ります。とそうですね、皆さん今ゴールデンウィーク後半戦スタートということで、長い方では、長い企業の方では10日間連続で休みっていう方もいらっしゃるし、と私はもうカレンダー通りのお休みはいただけなかったんですけど、みんなそれぞれ予定があって持ちつ持たれつで譲り合いっていう感じで、でまあ予定もないし、私の場合は前半戦はもうカレンダー通りで、で今日お休み、明日仕事、また明後日お休みで、また仕事っていう感じでお休みになっています。で皆さんは何かご予定はありますか？私は予定はとりあえずは今年はないんですけど、コロナが流行る前は家族で旅行に行ったり、旅行って言うても車で行けるところなんですけど、安いプランのところ、まあゴールデンウィークはちょっとね高いんですけど、もうちょっとでも安く行けるように探して京都に行ってみたりとか、あといろいろ、まあ、楽しめるところ、日本国内だけなんですけどよく行ってました。でももうコロナが流行りだしてから、私も職業柄、主人も職業柄医療系なんで、ちょっとコロナが流行る時期とかはもう旅行とかはちょっと行けないので、もう控えて、お買い物もちょっと、ね、人混みを避けるためにちょっと外食とかも控えるようにして、おとなしく家で過ごすようにしています。せっかくの連休なんですけどね。皆さんのね連休のプランとかまた教えてください。私はこう過ごすよ、僕はこうだよっていう感じで、よかったらまたね教えてくださったらありがたいです。で今日は何もね頭の中に考えずに、あネタがないな、何しようって感じで、今日はちょっと私が介護福祉士をしているんで、脳トレ系を久しぶりにやってみたいと思います。ね、いつもホワイトボードに書いてするんですけど、こんな感じでこのホワイトボードに、今日はね漢字クイズじゃなくって並べ替えクイズにしたいと思います。ひらがな並べ替え4文字になるんですけど、4文字のひらがなを並び替えてできる言葉、もともとある4文字の、もともとある言葉をバラバラにして出題するんですけど、それをきれいに整えたらどんなひらがな熟語になるか、言葉になるかっていうのをクイズにお題にして出したいと思います。ではいきます。まず最初、これは何と読むでしょうか？かちちに。それではお考えください。並び替えて言葉が出来上がります。どうぞ。はい、正解は、はい、じゃん、正解は近道でした。かちちにから正解は近道です。はい、次の問題を出します。はい、じゃん、いくたん
は何と読むでしょうか。並び替えてみてください。それではスタート。父の日にプレゼントしたりもしますよね。はい、答えを書きます。答えはじゃん、ネクタイ。ネクタイ、イクタネからネクタイになります。綺麗にね、並び替えたら言葉が元に戻ってネクタイになります。答えはネクタイです。はい、次の問題いきます。はい、問題です。じゃん、近うんこ。近うんこ、これを並び替えて元に戻すと何という言葉になるでしょうか。それではお答えください。考えください。どうぞどうぞ。ヒントはゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク、連休がヒントになります。それでは正解を書きます。はい、答えは地下音符を並べ替えて元に戻り、観光地、観光地でした。ゴールデンウィークとかにね、出かけたりするところですね。観光地が正解です。はい、それでは最後になります。じゃん、ないたま。ないたま、これを並び替えて元に戻すと何という言葉になるでしょうか。お考えください。どうぞ。はい、正解を言います。ヒントはね、お料理で使うやつ。じゃーん、正解です。はい、正解はない玉からまないた。まないた、まないたが正解です。はい、でこういったところで終わりなんですけど、どうだったでしょうか。何問ぐらい全問正解したよっていう方と、ちょっと時間かかったなっていう方といらっしゃるとは思いますが、ちょっと頭の体操でやってみました。で、いつもだったら航空体操も取り入れるんですけど、今回はもう並び替えクイズだけにしたいと思います。それではあれですね、ゴールデンウィーク後半戦、お仕事の方もお休みの方もで、どっか予定の、ある方も、予定なくてお家で過ごされる方も、元気で楽しい週、ゴールデンウィークになるように頑張りましょう。せっかくの連休ですからね。で、お休みの方もお仕事の方も素敵なこのね、連休っていうか、そのゴールデンウィークになりますように。はい、それではこれで終わりになります。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひろももでした。さよなら。